何兆もの細菌、ウイルス、真菌類が私たちの体内や体表に生息し、そのバランスを保つことが大切です。共に腸内マイクロバイオーム、細菌層を形成し、豊富なエコシステムとして様々な機能を果たします。腸内の細菌は体が消化できない食物を分解し、栄養素を生産し、免疫系を調節し、有害な細菌から体を守ります。丈夫な腸に必要な細菌がどれかは正確に解明されていませんが、多種の細菌を持つことが健康なマイクロバイオームにとって重要だと分かっています。マイクロバイオームは、環境や抗生物質などの薬、帝王切開による出産などにも影響されます。食生活も腸の健康に大きく影響を与える要素です。これらの要素をすべてコントロールできませんが、何を食べるかで微生物のバランスを調節することができます。食物繊維は果物、野菜、ナッツ、豆科植物、全粒穀物などに含まれ最高の燃料になります。微生物が繊維を消化する際、短鎖脂肪酸が生産されますが、腸上皮に栄養を与え、免疫機能を改善し、炎症を防いで、がんのリスクを抑えます。食物繊維を摂取するほど、繊維消化細菌が腸内に定着します。最近の研究で南アフリカの農村の人々がとる高食物繊維の食事とアフリカ系アメリカ人の高脂肪で肉類中心の食事とを交換したところ、2週間後、高脂肪で低繊維の養殖を摂取したグループに、大腸の炎症の増加や酪酸の減少が見られました。短鎖脂肪酸は大腸がんのリスクを低下させると考えられています。高食物繊維で低脂肪の食事をとったグループには逆の結果が見られました。低食物繊維の加工食品は腸内細菌をどう悪化させるのでしょう。低食物繊維は腸内細菌には低燃料のため餓死してしまうのです。この結果、細菌の多様性は減り、飢えた細菌が残ります。実は細菌が腸表面の粘液さえ食べたりします。腸内細菌に影響する特定の食物も解明されています。最近のマイクロバイオーム研究では、果物、野菜、お茶、コーヒー、赤ワイン、ダークチョコレートが細菌の多様性の増加に関連すると分かりました。これらの食物にはポリフェノール、抗酸化化合物が含まれています。一方で、高乳脂肪の食物、全乳や砂糖入りソーダなどは細菌の多様性の減少に関連します。食物の調理過程も重要です。加工が最小限で新鮮な食物は食物繊維を多く含み、高品質な燃料を供給します。短時間蒸したり炒めたりしたもの、または生野菜は揚げ物調理よりも体に良いと言えます。他にも腸の健康に良い細菌を導入するプロバイオティクスという製造方法があります。発酵食品は有用な乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを豊富に含んでいます。冷蔵庫の発明以前の食物を保存する方法としてあった食品発酵は今も世界中で使われています。キムチ、ザワークラフト、テンペや昆布茶などは食生活に多様性と活力をもたらします。ヨーグルトも腸に細菌をもたらす発酵食品です。ただし、すべてのヨーグルトが体に良いとは限りません。砂糖が多く、細菌を十分に含まないものはあまり良くありません。一般的な指針ですが、全容を解明するためにはこれらの食物がマイクロバイオームとどう相互作用するか研究が必要です。性の相関が見られますが、腸内を直接観察するのは難しいことです。例えば、これらの食物が多様性を変化させる直接原因か、複雑なことが起きているのか分かっていません。腸内の大いなる野生を探索し始めたばかりですが、消化器系の健康にマイクロバイオームが重要だと分かってきました。私たちにはお腹の中の細菌を活性化する力があるのです。食物繊維や新鮮な食物、発酵食品を補給することで自分の腸を健康にできると考えられます。TED-Ed は質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。